速稼塾の久保です。私ね、一戸建てを購入したんですけども、中古物件で28年で買ったんですよね。ですから今30数年ものになっております。30数年ものともなると、いろいろなところに修理が必要になってきます。まず外壁塗装をしました。これ200万から300万ぐらいかかるんですけども、結構いい素材でね、吹き付けしてもらいました。その他駐車場ですとかね、とフローリングですとかね、あとは襖、障子、この辺も徐々にやってきて、それぞれが数十万単位かかってるんですよ。ですので、中古物件も30年ものを買うと、一時取得売価、これね、買うときにかかるお金、何千万とあるじゃないですか。それの他に、メンテナンスの費用も結構かかるんですよ。で、今日はその中でも、ちょっとね、ちっちゃい例なんですけども、それでも、まあ割とかかるよっていう一つの例を紹介したいと思います。それがこの台所なんですよ。今ね、台所、ピチョピチョと音が聞こえてきてるでしょ。要するにシンクのこの水道もですね、30年経ってるわけなんですよ。ですんで、これ1週間前からポタポタ落ちるようになってきたんですけどね、多分これ水道のパッキンがいかれてるんですよ。ですんで、ゴムパッキンを数百円で買ってきて交換してもいいんですけども、まあいい機械なんでね、ホースがこう出るやつ、ジューッとホースになってこうやってね、こうやって洗えるやつにしようかなと思います。で、以前ね、ポストに入っていたこの水のトラブル、こういうね、マグネットを冷蔵庫に貼っといてくださいっていうのがありましたんで、こちらの方に連絡をしようかなと思っていたんですけども、ちょっと待てと、こういうところも当然良心的なんだけども、自力で変えたらどのぐらいかかるのかなということなんですよ。ホームセンターで1万円から2万円の蛇口を買ってきますよね。で、元栓閉じてはめ替える、これは私でもできるんですよ。ただどうせなら他の診断もしてもらいつつね、他のセールスも受けつつ、ちょっと作業をやってもらおうかなと思いますんで、こちらを参考にホームセンターに行って、そしてもう一つは、水道業者さんに連絡をしてですね、いろいろと考えてみました。こういう手順を踏むといいと思いますよ。で、ホームセンターに行くと蛇口がだいたいやっぱり1万円から2万円で売ってるんですよね。で、おそらくポイントもつくでしょう。その上で取り付けの手間賃が、だいたい工賃がですね、1万円前後だと思うんですよ。まあ、ですんで、そんなバカ高い値段ではありません。と同時に、こういったところに来てもらってもそれほど変わりませんね。蛇口変えるのにね、10万とかかったらそれちょっとおかしいですからね。蛇口代金がいくら、これはもうね、ネットで見たらいくらって分かりますんで、で、ブランドとかね、機種名によっても価格違いますんで、それは簡単にこちらで調べられますんで、利材をそこに履かせることはできないですよね。あと工賃です。工賃も出張旅費とかありますんで、だいたい1人の人に来てもらってね、作業を1時間2時間やってもらうとして、1万円なりね、そこらかかるのは、これは手間賃としては正当な価格だと思いますので、だいたい5万円弱に収まると思うんですよね。ということで、今日はそれを依頼してますんで、ポタポタと落ちてるでしょ。こっち行ったらお湯がついて、こっち行ったら水が出るんですけども、ここがね、外れて伸びるって機能はないんで、それだけプラスアルファにして、ちょっとね、いい感じにしようと思います。実はね、シンク全体をやり替える計画があったんですけども、まあちょっとそれはね、一旦置いてですね、電磁調理器にしようかなとかいろいろ思ったんですけど、まだ悩んでますんでね。それからやっぱりこう、フローリングの張り替えの方が先かなと思いまして、順番にやっていこうかと思います。で、先日はね、ジャパネット高田のエアコンをつけて、これが10万ぐらいしましてね、まあ本当にね、毎週なんかね、家のことでお金がかかるみたいな感じでずっと過ごしてます。結構かかりますね、あとね、カーポートも直したいなと思うんですよ、いろいろありますね、ということで、ここからはちょっと画面切り替わってですね、修理後の水道になると思います。ですから今深夜4時から5時なんで、まあ、そうですね、12時間後にまた動画を撮ろうと思います。まあ見てる方はね、一瞬で切り替わったみたいな感じがしますけども、今私はまだね、深夜、夜中、雨が降る夜中をね、こうやってレポートしております。じゃあ後ほどお会いしましょう。といってもこの動画ではすぐですけどね。はい、じゃあね、急になんですけども、まあビデオ見てたら急になんですけどもね、工事を30分ほどしていただいて、シャワーノズルがつきましたんで、すごくいい感じになりましたよ。台所のホース、こんな感じですね。まずね、私がね、どうしてもやりたかったのがこれなんですよ。これね、すごいでしょ、これ。こうやって
伸びるというね、あちこちにこれがねやりたかったんだね。あとここにコックがあって水出るじゃないですか。これがねシャワーになるんですね。シャワーになると何がいいかって言うとね、洗い物するとき水が跳ねにくいんですよね、シャワーで。でちゃんとこっち回したらお湯も出るし、こっち水も出るし、ということでね、まあパッキンだけ変えればよかったんですけども、まあ、この際なんで、まあ、好みのね蛇口にしてみましたってことです。あのホームセンターに行って1万円ぐらいの同じのを買ってきてねつけてもいいんですけども、まあいろいろとね、あのこう人を頼んで工事してもらうと、あとその業者さんが何をやってくれるのかってことも見えてくるんですよね。で今回工事費用もろもろで値引きを入れてもらって5万円ということで、高かった中でもまあまあ妥当な金額、要するにあの1人サービスマンが1回見積もりに来て1回工事に来てますからね、その手間賃とか人件費って考えたら2回来て5万円だったら私はね変な金額じゃないと思う。むしろこれ2回来て5万円もらわないとやってらんないと思いますからね。まあ私もその訪問販売で営業してた手前ね、5万10万っていう価格をつけるとなんかねすごい高いねって言われることもあったんですけども、それもらわないとできないですよみたいなね、税金払ったりね社会保険払ったりとかするわけですからね。まあということでね、工事代金このぐらい払わないとやっぱあとは自分でやるとね安く済むんですよ。確かに不安がない方はホームセンター行って自分でやればいいと思いますけども、ホームセンターに行って取り付ける手間とか時間とかリスク考えれば、やっぱ人に頼んで5万円の方がね私はね安上がりだと感じるんですけどね。まあ人の縁もこれで一つつながりましたしね、これからはこの業者さんにいろいろと水回りのことトイレとかね洗面台とかお願いすればいいかなと思っております。というところで何でもかんでも自分でやるのも一つのアイデアだと思います。いい方法だと思いますけども、人に頼むことによってお金をお支払いした人との縁が深まる方が私はちょっといいんじゃないかなと、要するにこう人脈をお金で買うみたいな部分がねあるんじゃないかと思うんですね。ちょっと心強い業者さんが我が家に仲間入りしてくれたというふうに捉えております。これからもよろしくお願いします。それでは水道直ってよかった。今回の蛇口がね定価6万円で、でまあ大体 20% 引きぐらいであの顧客には出してくるんですよね。で多分ね 6.5 かけて業者さんに入ると思うんですよ。だから6万円のやつだから4万円ぐらいで業者さんに入って、顧客には5万円で渡せばまあいいんじゃないかなって感じで、あの定価って付けられてると思うんですよ。でこのね見積書をいただいたんですけども、5万6100円で見積もりをいただいたんですけども、今日ペイペイでパッとね一括で払うと今日も値引きしてくれて結局5万円になりましたってことでございます。協力してくださった広島水道センターさんありがとうございます。実はねこれ本社が小井にあるらしいですね。広島市の西区小井本町に、実はねあの辺ね私ねよく介護で行ったり来たりしてて、その水道センターさんの前がバス停でちょうどねお迎えの場所だったんですよ。まあちょっとかすかな縁を感じましたね。ありがとうございます。